それでは、はい、動画をみんな見てもらって、いつもありがとうございます。このチャンネルを見てくれたらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくね。あ、まだ終わってない、まだそれでバイバイって言うとか、はい、そしたら今日の使うデッキをどんなものでやってみるか一応見てみましょう。組み合わせはね、ちょっとまだね、まだ届いてないカードもあるからね。5000、こっちが5000、こんな感じ、こんな感じでやってみますか。なんかいつもと違った少し。これでいいの？いいよ。ほらまたそっちやった。さあどうでしょう。使った。いやー、最悪や。近く。さあマッチングするといいけど、強い人ばっかりだもんな。逃げて。お、いっぱいいる人、めっちゃいるやん。さすがに怖い。ノーアバターだからね。その方はダメやった。今の方この前めっちゃ戦ってて送ったやつか。ダメやった。初段の方がいてる。初段初段の方、さっきいたやろ、初段の。もう初段の人がいたやろ、誰か。今の人でもいいけど、ゆうたさん。ゆうたさん。じゃあ、その人。違うんだけど、やめて。餌やから、コウくん餌、弱いからこれで。そうゆうたさん、ゆうたさんは時間がない。ここが3周目よ。19秒しかない。コウくん餌やから。餌。頑張ってね。もう並べるの？いいのそれ？大丈夫？並べて大丈夫？大丈夫だよ。頑張ってください。
構時間かかっちゃうね。めっちゃ時間かかってない。ああ登録してるんだ。みんな勉強してるから、フォークも学んでいかねえか。宇宙船ポットを落下させることができた。落下した宇宙船ポットから出てきた人たちが様々な効果を発動するぞ。無理解してやるぞ。バトルアプリのチームボーナス効果でパラメータがアップしたぞ。バトルアプリのチームボーナス効果でパラメータがアップしたぞ。アタックエリアではカードを左右にバトルアプリ発動チャンス。すべてのカードを iOS かよかったね。 iOS いないの。誰かアドバイスは全出ししない方がって言ってる人もいたけど、だけどこれオテックスが記憶を全回復してくれる。なるほど、確かに確かに、そういうことか。フォークの方が確かにね。I'm gonna go get him.
ませんね。パーフェクトを狙いたい。ちょっと危ない、危険。線しか食らわんねよ。アビリティがすごいんだ。何されてもダメだ。それで結構命取りやから、ゼロになった時は最悪よ。負けるよ、その瞬間負けるよ。ゼロはパチンって、パチンと押さないの。そうだね、パチンと押した方がいいかもしれない。必殺技より強い。え、さっきのやつじゃなくていい。これだよ、これのパン。好きやね、それ。めっちゃ好きやろ。それ好きでしょ、ね、プレゼントしてもらったカードだもんね。使ってみたいけど。線しか食らわない。一発でどっかでガスンって効果やられるかも。頑張ってね。危ねー。パーフェクトの人やったら負けてるってことか。パーフェクトがまだ出てない効果。やっと出たー。そう、次の攻撃でもう一丁。アプリはなんかすごいよね。次で決めると。そうやな、本当よ。スタンプを選ぶ。これは仲良くない。
めっちゃ作られてる。ものすごく。どうなるかね。チャージインパクトね、今回あのパチンってするスピードを速くするとか自分で調整してたらいい。あ、めっちゃ狙われた。あ、いいか。やばいやばい。かもしれない、ね、さっきの感じで。落ち着いて、はい、おー出たー。わパーフェクト出さないと。大丈夫、出せるで。強いね。コウ君の5倍与えてくる。大丈夫だよ。
イミングでも大丈夫そう。ここでーこうくん、なんとかならん、チャージインパクトなんとかならん、早くても打てるようになんとかならん。え、まだチャンスあるかも。わあすごい、ガードやからね、ガードは出やすいからね。やばー、おお、まさかの、これなんとかならんかいな。あー終わった。いやーなんだろう、なんとかならんかね。練習してる？いやいや、いいんだけど、いや、やってんのかなって感じ。いや、練習しててこんな感じ、もうこんだけしか出せん。早いと。そっか。ひどいな。ダメか、今の勝てんかったか。無理って狙ってて無理、狙ってない、どっち、そもそも狙ってんの。だからそのずれたやつをずらしてから微調整してる。結構ひどいんだけど、思ってる以上にひどいなと思うね。え、いや、どういう練習の仕方してんのか知らんけど、おお、まずまず、そう、練習の仕方それ合ってんのかな、合ってる練習の仕方。なんか良さそうなキラキラしてる。お疲れさんでした。まだまだか、ダメか、足りない。惜しかったね。ゆっくりやったら押せる。でもでもゆっくりをなくされたらできないってことだよね。でもできるようにならんとやばいってことだよね。難しいね。よく頑張りました。あー、そっか、勝てないか。
どうやったらいいか考えていかね、観光くん。インパクトだけうまくなればなんとかとなるんだけどね、難しいよね。さあ、来ないかな。じゃあねいいよいいよ。だけど結構さ無駄になっちゃうからさ、本当にやり方をどうにか上手くなるしかないから、何それ、ミッションモードで叱ってるところをちょっとやればなんか今の経験値が当たるらしい。そうなの？ミッションやれって、ミッションやんなさいって、今アップしてミッション、それいつも出てなかった、ミッションはね、なんとか勝ててるんだけどね、オンラインが難しいね。一回しか勝ててない、ね、ちょっとまずいよね。ミッションは勝てるんだけどね、人と人対人が難しいね、コウ君はね。でもミッションやったらミッションで勝てるのはいいことやけどね。でもオンラインでやっぱり勝てるようにならんと面白くないかも。さあ今日のデッキまた頑張って、頑張り方を考えないかんかもね。さっきの人とはいい戦いができたと思うのに負けちゃったんだって感じあった。よし、OK、はい、ポーズ。